俺は逃げないことを選択した。お、戦う気か。クマさんが犠牲になってる間に逃げ切ればいいんだ。3体に分かれて進む。どうぞ。チーム1、了解。あれ、間違えたな、マキ。マイか。どうせ最後逃げるから。爆撃だ。周囲を調査。発見した飛行型を速やかに殲滅しろ。なんかみんな死んでいくか。行こうってない。あ、俺が所領地してるぞ。プロが。あ、武器間違えたな。駆除を開始せよ。いて、刺さった。駆除だ。あ、出てしまいました。ちょ。パスが出て。いて。あ、いいか、これで。よろしく、行くわな。え、何でよかしら。武器間違えたから怪しい戦い方しかやられた。燃えた。え、俺のヘルのフレームにやろう。ああ、俺も死んだ。高川君が超強だ。まあ、別にリカバリーはできるだろうけど、ちょっと体力もったいねえな。まあ、ニコフに乗れば同じだけど。え、これ。あ、全開、あ、全開じゃねえ、この野郎。高川ちゃんは一ポイントが高いからね。なかなか高いね。まだ来た。6000になって出直してこい。なに。いや、復活した。痛い。怖い怖い。カー君が1体相手に大変なこと。足を死んでた。死んでます。助けて。ミックス呼べるようになるよ。あと1体ぐらいで。赤が行った。チーム1は付近の飛行型を殲滅しろ。この辺回復あるっすよ。まだ生きてる敵が。おぉ、新しいの来た。やばっか。こちらチーム2、飛行型を発見した。目標確認、突入開始。あと2体ぐらいなんだけど。チーム3、飛行型を確認。パパ焼いちゃうぞ。ビートルを運搬中。しかし俺ここから登れないんじゃないか。なんでこんなに。え、なんでこっち来た。ここにアイテムは。パパ焼いちゃうぞ。どうなってる。怪物の捨てもあるってのか。援護射撃が増えてきた。飛行型侵略戦。あらあら、これほどの群れを作るのは珍しいことです。パグちょっともう一回出せに行って。嫌な予感がする。乗る前に殺された。なんか悲鳴が聞こえる。ハチの大変じゃこりゃ。レグレイプ2でペチペチ食らって。あれか。あ、ジムだ。そこの上です。じゃあ中飛び込む。あ、届かい。ヒャッハー。肉番怖がい。登れない。じゃあゲージがなくなった。うぅ、X のリンク帰ろ。やっはぁ。10体ぐらいまでの87対策なんだけど、50体とかになるとさすがに耐えれませんから。まあどこや、ちょちょ行こう。俺もスーキー武器。俺も乗り物欲しいな。途中2体目ギリギリ読めるかな。え、あの巣の穴に入りたいんだけど俺。ずっと焼きたい。あれは山じゃない。うん。怪物の巣だ。本当に怪物の巣があるぞ。これは極めて重要な発見です。巣に接近しデータを収集してください。あそこの人たちは何やってるの。別方向から巣に接近しろ。はい、俺下にいるから。チーム1、目前の山を越えて巣に接近しろ。 FZ ガンを下に巻く。もう焼き始めた。早いな。どっかまで走るぞ。一瞬でゲージがこれ消える。あかん。え、なんかすげえ食らってんだけど、なんだこれ。俺の解放者。いや、縦のさ、
早めに動かさないとさせねえって270度ぐらいあるはずなんだ、まあ、とりあえずあの普通攻撃しなかったら数だけ残った状態になるからこの状態まで持っていこう。いやそ落ち着いた。ちょっと調整してくるわ。下の解放が用意がないな。いった、これ結構減るよね。持っていくでっかい回復はクロさんに使ってもらった方がいいから、はい、よし、引かさせに行くか。行くよ。いや、俺行ってくるわ。もう歩兵たちすごいな。蜂を倒しながら頑張って。じゃあ向こうに行けるか。チーム2、山頂に向かう。チーム2、イエス。チーム2は頑張っとき、俺がチーム2全滅させてしまった。山頂に移動中。回復があった。飛行型侵略生物の巣が確認されたのは初めてのことです。アルファ型やベータ型以上の繁殖能力を持っている。初めて3回目。そう考えねばならないでしょう。最悪の事態だ。とりあえず山登ろう。回復が欲しい。欲しいね。回復こっちに落ちたらでっかいの。裏まで帰る。てか。よっしゃ、いい。オースはまだ使わない。あったけど、あれはクマさん、うーん、どうしようかな。シュアドリンタラ、あれ。もう崖の線に戦えば、意外となんとかなったりするのかな。まあ、クマさんがおとりになってる間に逃げ切れないばならんので。ここでいいか。もう焼き始めて、いや、なんで死んだ。爆風跳ね返ってきたんじゃね。ミスった。縦構えようと思ったら攻撃3段だ。こうだった。巣を攻撃してください。自爆。あー、巣を攻撃しろ。あれは足がいった。いったけど、クマさん、俺の回復じゃゴミだからね。出てきた。タイミング悪いよ。俺降りた瞬間に死ぬんだけど。チーム1、救援無理だ。降りれない。チーム2、飛行型と交戦中。山頂に近づけない。じゃあお願いしか。いや、いけない。無理無理。ここから途切れず来るから。うわ、回避できる。ここや。さすがやな、この状況から。まああとはクマさんの時代。巣を背中に守るのだ、自らを。とりあえず逃げれたけど、次のマシンがないと俺も死ぬね。無理だね。生きてる俺。お、ドレイプニードを巻くの。この辺か。目標上空に向かう。これに焼かれないように気をつけて。いやー、ゼクサーは後ろつけられてんな。芯につけとこうかな。フォボスの恐ろしさが分かったか。射程外か。ほら燃えろ。お、味方まだ一つやる。ただこの次よ、俺もマシンもあんまり体力ないんで。うわっ、まあそうだ、やらした。チーム3、チーム3、合流します。山の上に2台ある。マジか。2台目来てんのね。こちら今呼んで降りるタイミングで死んだ。うわぁ、また怪物が出てくるぞ。でも出てくるのがタイミング悪くて、俺もう引くよ。タイミング悪くしたさっき。画面端まで逃げるから、あとは運に任せる。運に任せる。周りのウィングダイバーが絶滅する前に俺は画面端まで逃げるから。退却の言葉を言ってくれるのを期待しておいてくれ。もう一回でしょ。もう一回この後にクイーンが出てくるんだよ。この後にクイーンだな。お前
これはダメだ。ちょっと足りないか。わからない。ウィングダイバーチームがやってくれると。爆撃は行った、そっち。もう来た。行った。でも4000しかないから。そっちにめっちゃ行き出した。もう見えてない。うわぁ宝で死んだのね。武器を間違えすぎた。気をつけますよ。武器を変えよう。よし、俺も変えよう。俺も変えよう。あの、FZ はいらない。アイテムはもう無視しよう。FZ いまいちだった。チュー、ベンダー1個持てる？あ、ライフベンダー？あ、逆の方がいいか。城壁1個持ってきて、面台1個持ってきた。おお、守るか。まあ、最後まで行ったらあと逃げるだけだからね。そこで4人生きてたら全員がバラバラな位置に逃げたら多分いける。電磁障壁持ってくか、スパードが持ってくか。だ、問題は電磁障壁意味あんのか、上から攻撃されるんじゃねえのかっていう。ああ。まあでも。まあ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 、どうせ逃げるだけだしね、最後は。屋根ってか、骨の上いたら、俺らの方が上だ。だといいけどね。よし。しかもクマさんを復活させたしたタイミングで敵枠からさ、え、このタイミングはねえよって思った。降りて危なくなっただけっていう最悪な状況。何で行こう。準備完了。3体に分かれて進む。チーム1了解。でそもそも仕込んで。チーム2了解。チーム3了解。周囲の調査。発見した飛行型を速やかに通知しよう。飛んでからね。こちらチーム2調査を開始する。なんかすごいマリーバリアが。探索室山頂へ向かう。現状的に。どうか。まあ、これはここじゃなくて最後にやってみる。今はまあとりあえず無駄ダメを食らわないようにぐらい。無駄ダメ食らった。もう壊れたよ。耐えれないっす。絶対。5秒持ったよね。まあ、全然耐えれねえぞこれ。リロード。俺もゼクサーリロード。もうちょっと倒さないと読めないんでね。タカちゃんの方がちょっと功績少ないな。せやな。何それ、借金？借金はミクスが降りてきたことだと思う。監視しろ。こいつがあれば生き残れるかな。そう、クマさん、じゃ あの崖の奥にいるやつらを。な、一発ぐらい当たんかな。どうしたの。チーム1は付近の飛行型を殲滅しろ。戦闘準備、まず周囲の飛行型を殲滅しろ。こいつ、距離が山の上。進めよ、エアレンジャー。ロングランで、飛ばす。もう終わったね。じゃあニクスで山の上登るか。こちらチーム2飛行型を発見した。到達。よし、じゃあクマさんたちも山の上に。チーム3飛行型を確認。想定していたより大軍です。ほら俺が登る人がなくなるんだ。一応ビッグバンコアでも外は飛べるんでしょ。怪物のステマ崖越えるぐらいは。あ、はい、知りたい、はい、下に参る子。どっちに住んでるの。上の穴と下の穴どっちに入るのか。下から出てきたね。下の穴が今なんか上から撃たれるところがやっぱり。じゃあ頂上にフィールドを張っとくね。電磁障壁。
あーガバガバだなこの衝撃ガバガバだな絡めてんな正面がでこれダメだな、これ下り坂気味に張らなきゃダメだな、もう60秒ほど待ってほしいんだけど、もう遅いもう遅い補充し直したいんだけどガバガバだなこれ次の機会に扱える。これは極めて重要な発見です。巣に接近しデータを収集してください。はい、でフォースもぶち込むよ。クマさんその中にいるからフォース大丈夫だよね。食らわないよ。クマさん目前の山を越えて巣に接近しろ。クマさん食らってるか。え、それはもともと食らってるだね。え、死んだ。ホモス行った？そうじゃないかな。あの香川くん、あの中蘇生いける？俺が行けそうだ。飛べへん。よ。じゃ入れるわ中。入れそう。まだ敵少ないから。ここ行ってくれたぜ。入ってくれたスパウトかも大丈夫。よしよし入れる入れる。うん。はい、ここ来た。HP が4000ぐらい減ったわ。ごめんなさい。ストップ。食った。回復投げた。お、もうこれ？よし、俺も回復。一回下回って。じゃあ帰るね。俺もここ行っていいんじゃね？焼くここで。普通焼いて、外の次行く？上に焼かれて死ぬよ、多分。もう一個。下にいっぱいあるともあるから、今のうちに回復と、ちょっと時間は少ないから、これ。え？注意、ここにいると、大丈夫かな？大丈夫だよ。俺に焼くっていうように気をつけてる。うん。やっぱ気をつけようはねえだけど。そろそろがダメージ。もういいよ俺。帰るか。ダメージ与えるよ俺が。あそう。ほら来たんじゃない。帰る。俺帰るわ。ちょっと止めてくる。じゃあバイバーイ。バイバーイ。オッケー。出た。あれ置いてる方がいい。回復は。シールドのところに帰る。確かダメージ与えすぎると敵だらけになっちゃうんだよね。タカちゃん次何2代目そろそろ呼べる。まだまだチーム3山頂に移動中。クマさんのそこから湧くから記事行こうかなって思って。なるほど、寝落ちさせるってことかい。ゼクサ置いてくれよかったな、そこに。飛行型侵略生物の巣が確認されたのは初めてのことです。カノスに任せろ。アルファ型やベータ型以上の繁殖能力を持っている。ここにそう考えねばならないでしょ。来ないね。あ、すぐダメージ与えて。じゃあすぐにダメージ与えて。ザコ終わったよ。あー、ムフがいっぱい落ちてる。フォース貫通すんだな、使えねえだろ。フォースダメだ。あの、すぐには打っちゃダメ。出てきたザコに打とう。オッケー、準備完了。次のザコ湧いた瞬間にクマさんに当たらないようにフォースを呼ぼう。巣が焼けてる音がするぜ。ドン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 。俺が前見えない。ドン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 。これ巣焼けてる音だ。なかなか次来ない。出てこねえ。クマさんそれリチャージないの？え、あるよ。あ、あ、まあ、リロード両方持ってるから、撃ってる間に、はい、あ、逆側を保持2秒ぐらいだから。よし、話が進んだ。巣を攻撃してください。そろそろか。そろそろか。巣を攻撃しろ。ゼクサ巻いとこう。よし、巻いた。赤いの来てるね。ここは全滅したぞ。オーケー。お、横だけだ。とりあえず少しの間何もしなくていいや。こっち飛んできてからゼクサ起動。山頂に近づけない。横の方に行くと、うん、完全に固まってる。固まってる。うん、俺の前に立つ。俺はあくまでも呼びたい。いいね、いいね、いいね、いいね。グレープニードが出た。次のグレープニードが出る。固めたい放題。これを倒したら女王。もう一回か、うん、もう一回来て女王。来た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 。クマさんどこか焼き切った。
ほぼすごい。おお、クマさんのところが大変なことになってる。前が見えねえ、死んだ。遅かった。とんでもない。これを倒しきったら OK か。でもクマさん死んでるからホースの中にぶち込んでもいいんだね。そういう気だったね。クマさんの絶対行ってくる。いや、ちょっとフォース行ってる、フォース行って、フォース打った、フォース打った。あー、耐える。よしよし、だいぶ減った、だいぶ減った。次のニクス行ける。ここや。ゲージがなくなる、ゲージがなくなる。回復アイテムがいっぱいあるんで。パウトワン、回復。よし、また。よしよしよし。なくなった。できた。できた。あーやられる。クマさんはもう燃やせ燃やせ。あーある程度燃やして死んだ。これだよね、ここ逃げ切れば OK だよね。飛行型の大軍だ。もう俺帰れねえ。じゃあ俺たち科学あとよろしく。俺は画面端まで逃げてくる。はい、逃げとしてください。逃げて、ラグレイクイーンと共に戦う。俺は画面端まで逃げていく。だいぶ減ったんじゃない。退却しろ。一撃で減った。退却退却。だいぶ減ったけど退却退却。はよはよ夢しろ。はよ夢退却しろ。はよ夢減った。もうグレープに入れたいてる。グレープニンで止めとる。よし、俺も画面端だよ。破壊するにはそれなりの装備が必要。すげー飛んできた。そうだな、はよはよ言え。体勢を立てろ。撤退しろ。よし逃げ切った。よし逃げ切った。それ恐ろしい。転がりながら終わった。まあ作戦勝ちだね、作戦勝ち。あーあー、報酬が美味しくない。これがちょっと拾ったやつじゃねえか、これ多分そう。